KER の皆さんは今なら笑い話にできるけど、当時は嫌だったり恥ずかしかったりして言えなかったこととかありますか、ということでいただきました。鳥の糞事件があって、中学生ぐらいかなの時に、その学校で校庭の水道、外にある水道みたいな、のところでこうなんかやってたのよ。何やってたか忘れたんだけど、なんかやってて、でその時一人だったのね。でそしたらなんかその鳥の糞が落ちてきたんだけど、その時なんか俺の髪の毛が今の10倍ぐらいツルツルだったの。もっとツルツルの状態の、そのもう子供ヘアだったんだけど、そのツルツルすぎてここに落ちてきたんだけど、スンってこう直撃しなかった。こう当たってこう降りて、ここにスパンって落ちて、こっちに地面に落ちて。すごいね。でもその自分では分かったのよ、もう絶対鳥の糞だって、でその後その鏡、トイレ行って鏡見たけども、見た目上はもう何もなってないんだけど、こう当たったけど俺は当たってないみたいになって、でももうこれはもう汚いから水場で頭からこう水かぶってこう濡らして、でとりあえずこう洗わなきゃと思ってね、教室に戻ったら濡れてる方でめっちゃいじられてあのまま来ればよかったって思って事件がすごいね。そんな髪の毛いやもう本当にびっくりした。当たっても当たってないみたいにこう流れてって、多分何にも効かなかったと思う、攻撃が。全部ね。そう。頭ぶん殴られてもこうスンってこう全然なったと思う。抵抗がもうゼロ。摩擦ゼロ。それでもいいね、その防御方法さ。そうだよね。合気道みたいなもんだよね、だからね。確かにな。安眠。そうそうそう。安眠だよな。マジで。最強の防御状態だった。なんかありますか、飛んで。いや、あるけど、いまだに笑えないことはあるしね。あ、そう。あ、まあ、あるな、あるけどね、ここで言えないな。いや、結構あるんだけど、そう、これは。いまだにそれが恥ずかしいもん。あ、そっか、じゃあ、今、全然現役ですと。全然現役で恥ずかしいです。ちっちゃい時の話よ、もう。全然大人になってないから。まだね、全然恥ずかしいです。